米国女子ビュイック LPGA 上海初日12日。全4試合にわたるアジアシリーズの初戦、来季シードを決めたい渋野日向子は1バーディー、2ボギー1ダブルボギーの75でプレー。カットなしの4日間競技とはいえ、5オーバー69位と大きく出遅れ、中継局ワウワウのインタビューで、すごく悔しいラウンドになりました、と話した。前半早々、11番パー3でダブルボギーを喫した。左からのアゲンストが吹く中、アイアンショットがショートサイドの右ガードバンカーに吸い込まれた。勢いよく着弾したことを物語るように、ボールは目玉に。2打目は出すだけ、3打ち目のアプローチもすぐ目の前のスプリンクラーに入るミスで4オン1パットとなった。まず、あそこに打ったことが問題。目玉には何も思っていない、とトラブルを招いたティショットを悔やんだ。14番では3パットのボギーを喫し、17番で3メートルを沈めてスコアを1つ戻したが、続く18番でボギー。後半アウトは全部パーと最後まで浮上のきっかけをつかめなかった。今週は火曜日が移動日になったこともあり、コースチェックをしたのは開幕前日のみで、限られた時間の調整ではあった。しかし、スケジュール以前にそういう問題ではないゴルフになっている。何とも言えない。もう少し、マシなゴルフができるように頑張ります、と唇を噛んだ。渋野日向子、シード権喪失の危機にも、光、試練のアジアシリーズ4連戦も。メンバーが薄いのは朗報。いつもの笑顔は、どこにもなかった。米ツアーを主戦とする女子ゴルフの渋野日向子、25、である。前週、アセンダント LPGA、で2週連続の予選落ち。中継したワウワウのインタビューでは、気持ち的には頑張っていたつもりだったが、良いショットが少ない、悪いところがたくさんある、しっかり練習したい、と険しい表情のままだった。テレビ中継を見ていたが、ミスの幅が大きいのが気になった。左に引っ掛けたり、右に流されたり、前週2日間のパーオン率は36ホール中、半分にも満たない16ホールで 44.44% に止まった。米ツアー2年目の今季、2打ち目以降のショットの精度とパーオン率を課題にしていたが、今季18戦してパーオン率は 65.46% 全体99位。昨季の 69.37% 同71位からむしろ後退しているのが、今の渋野日向子の姿である。CME ポイントランキングも76位から79位に後退。80位以内に付与される来季の出場権ギリギリの崖っぷちまで追い込まれた。最終戦、CME グループツアー選手権は上位60人大会のため、渋野日向子に残されたのは、その前週、アニカドライビンバイゲインブリッジ AT ペリカン、米フロリダ州までの5試合。試練の終盤戦となるが、シード権喪失の危機にも、光は残っている。今週のビュイック LPGA 上海、中国から韓国、マレーシアと転戦し、日本の TOTO ジャパンクラシック11月2日開幕までのアジアシリーズ4戦である。予選落ちがなく、ポイント加算には絶好のチャンスなのである。アジアシリーズは9月上旬のクロガークイーンシティ選手権時点でのランキングが適用され、渋野日向子は4戦とも3戦クリア。幸い、ドライバーショットは安定している、との言葉通り、前週もフェアウェイ、FW、キープ率は26ホール中19ホール、73.08% と数字はまずまず。パット数も2日間で平均27、5。課題のパーオン率さえ、である、さらに朗報、アジアシリーズはメンバーが薄い、長距離移動回避を理由に、ランキング上位有力30選手以上が参戦を見送っている。これってやはり美味しい。西村優菜、なんとかスコアをまとめられた。日本勢最上位の首位3打差13位発進毎週の上位争い。第1ラウンドが終了し、西村優菜23イコールスターツが4バーディー、1ボギーの3アンダー69で回り、首位に3打差の13位につけた。西村はホールアウト後、ミスショットもミスパットもいくつかあって、ちょっとストレスのたまるゴルフではあったのですが、なんとかスコアをまとめられたかな、と振り返った。インスタートで、最初の10番パー4でバーディー発進。前半は2バーディー、ボギーなし、結構ショットがまとまっていたので、いいバーディーパットが打てた。後半は2バーディー、1ボギーにまとめた。フェアウェイを外したのは2本だけ、ドライバーも安定していたので、あまりラフに行かず、切り抜けられたと思う、と話した。前々週はツアー自己最高位の3位、前週は13位と、上位争いを続ける。
第2ラウンドに向け、コースも徐々に分かってきた部分もある。要所要所で難しいところもありますし、しっかり注意しながら、自分のマネジメントに集中して頑張りたい、と意気込んだ。日本勢は西村を含めて4人が出場。勝みなみが70で18位、畑岡奈紗は72で37位、渋野日向子は75で69位発進となった。66で回ったマヤ・スタルク、スウェーデンらが首位に立った。今大会は予選カットがない4日間大会となっている。